本日は野菜を栽培する畑に来ております。我が家の鶏たちが食べる野菜も作っています。ちょうどいいくず野菜がありました。収穫した時に落とした白菜の葉っぱです。落としたばかりの新鮮な葉っぱだから鶏たちが喜んで食べると思います。育ちすぎた小松菜です。人も食べられるけどたくさんあるから鶏たちに食べさせてあげましょう。野菜を作っていると食べきれずに巨大化することがよくあります。背丈が50センチくらいあります。大きく育ちすぎて人には硬いかもしれません。大きな小松菜を鶏たちのために何本か収穫します。20kg の配合飼料の袋に入りきらないくらい小松菜を収穫しました。先ほどのくず野菜、切り落とした白菜の葉っぱも袋に詰めて持ち帰ります。今回収穫した野菜は小松菜と白菜でした。畑にある他の野菜や果物も見ていきましょう。これは大根です。今回収穫しませんでしたが、大根の葉っぱは鶏の好物です。消化酵素アミラーゼを含んでいて胃腸にいい野菜です。これはチンゲン菜です。無農薬栽培だから虫食いの葉っぱですが美味しい野菜です。鶏たちにも人気ですよ。これは出来の悪い白菜です。これから巻くことがあるかもしれませんが、上手に葉っぱを巻けていません。鶏たちのご飯になる可能性が大きいです。再び鶏が大好きな大根です。無農薬栽培として除草剤も使っていません。陶器でも映像のように雑草にまみれちゃいます。
鶏に食べさせることはありませんが、レモンの木です。酸っぱいから人間もたくさん食べません。食べきれずに木に残っています。自宅から離れた畑に給水の問題が発生します。特にカラカラ天気の夏季には深刻な水不足になります。そこで映像のように掘り抜き井戸を作りました。もともとが低地の場所を埋め立てた畑ですから 1.5 メートルや2メートル掘ると水が湧き出ます。猛暑の夏季に水を汲み上げて畑に散水するのに役立ちます。これは柚子の木です。レモンほどではありませんが酸っぱいです。消費量が少ないので未収穫の実が残っています。